ただいまより幕内土俵入りであります。はじめに東方幕内土俵入り、先導は木村庄三郎、続いて勢い、大阪府出身伊勢ノ海部屋、高知山、青森県出身境川部屋、栃ノ若、兵庫県出身春日野部屋、大道、東京都出身大野松部屋、佐田の富士、長崎県出身境川部屋、玉鷲、モンゴル出身片鰻部屋、玉飛鳥、愛知県出身片鰻部屋、雅山、茨城県出身藤島部屋、吉風、大分県出身小車部屋、加賀丸、グルジア出身木瀬部屋、豊馬賞、山口県出身錣山部屋、アラン、ロシア出身三保ヶ関部屋、栃ノ心、グルジア出身春日野部屋、隠岐の海、島根県出身八角部屋、碧山、ブルガリア出身春日野部屋、関脇栃王山、高知県出身春日野部屋、関脇豪栄道、大阪府出身境川部屋、大関琴欧州、ブルガリア出身佐渡ヶ嶽部屋、大関バルト、エストニア出身尾上部屋、最後は大関稀勢の里、茨城県出身鳴門部屋。幕の内土俵入り、先導は木村正直、続いて千代大龍、東京都出身九重部屋、若の里、青森県出身鳴門部屋、益乃山、千葉県出身千賀の浦部屋、鷹の山、瀬戸出身鳴門部屋、北大輝、東京都出身北の海部屋、宝富士、青森県出身伊勢ヶ浜部屋、時天空、モンゴル出身時津風部屋、海星、ブラジル出身友綱部屋、豊響、
山口県出身境川部屋翔天楼モンゴル出身藤島部屋高安茨城県出身鳴戸部屋竹風秋田県出身小車部屋松鳳山福岡県出身松金部屋若光雄千葉県出身大野松部屋阿弥錦青森県出身伊勢ヶ浜部屋極天鵬モンゴル出身友綱部屋小結豊ノ島高知県出身徳塚根部屋小結妙義龍兵庫県出身境川部屋大関鶴竜モンゴル出身井筒部屋大関春馬富士モンゴル出身伊勢ヶ浜部屋最後は大関琴奨菊福岡県出身佐渡ヶ嶽部屋